はい、皆さんも毎度はいボブの長さを決める時ねお客さんっていうのは正面から見るからどうしてもねこの襟足の,あのところを見ると長く見えるんだよねで。長く見えるから切っちゃっていいんだけどでそれに長く見えてそこに惑わされて失敗しちゃうっつうのだったら純粋にこの下の長さをこうやって止めて見せないようにしてこの長さを決めたらどうかなと思ったんだよね。 ちょっと今止めすぎかなここねこの方がちょっと今これもカット自体が変だけどねこの方がカットしてて長さが分かりやすいんじゃないかな純粋にあとあのすくときに耳の上がスカスカになるじゃない耳の上がスカスカになりすぎる時はどうして耳の上がスカスカになっちゃうじゃないこうすきすぎちゃうじゃんもみあげが濃いし耳の上ってのは毛が当然生えてないから。 でどうすりゃいいかっ言ったらここはもう2ブロックでや,るやりやいいんじゃないかって止めておいてここだけ見てすいていけば耳の上がスカスカカにななるるここととはは、ね、い、やりすぎることはないよね全部はまとめて持ってこうやって溶かしてやっちゃうと何だかわけわからなくなって全体すこうと思うとなくなっちゃうからここら辺がね。だって耳の上だけ2ブロックっていう考えでやれば薄くなんねえんじゃないかな。 あと毛がこ大体この皆さんこの毛流で毛がこっち前にこうやって流れてきてるからねうんだからどうしよう耳の後ろが重くなるからねそんでもってあとこの耳の後ろのこの辺はもうグラデーション入れちゃった方が早いねまあこの辺はどんでもいいからあのワンリングスのまま空いてもなかなかねこのぐらいの長さの部分的っていうのは軽くなりきらないからね これね、いろんなパターンの切り方があってこれ言ってのはあくまでも一例でねこうやっていい場合と悪い場合があるからねああ、うん、まあ、はい、皆さん毎度毎度、まあ、カットの一例なんだよね「何おっさん悩んでんだよ」っつったってねこのわずかな違いでねこのわずかでもカットをねお客様に分かりやすく早くこうあの長さを決めさせて。 仕事を終わらせたいいっていうの、まあ、これはほらグラデーションとか表面レイヤー入れない僕の切り方だよね、まあ、多少入れてもいいんだけどねあの耳の後ろにさ重さが残りやすいっていうの,あのつむじの毛がみんなさ耳の後ろにさ耳の後ろにね流れてくるからね。 まあこういうのもね、まだね、お客さんの頭でね、本格的に試したわけじゃないんだよ、実際、頭の中で考えて、いや、これならいけるかなって思いついたやつをお客さんの頭で実際にね、実験していくんだけどね、ほんで、どういう結果が出るかね、いいか悪いかね、まあ、ウィッグだとね、どう切ったってうまくいっちゃうんだよね、で人間の頭だよね、毛流とか癖とかいろいろあるからね、だからそういうのを踏まえてね、ああ、どうやって切ったらいいのかなって、もっと長さが分かりやすく。 的確にいらないところを切ってすいて早く終わらせたいんだよカットをねはいお疲れ様でした